はいどうもこまるわです。まず最初のコースどっちが重い。はい、こちらのコースはどっちの敵の方が重いかっていうのを当てていくコースみたいです。やってみたいと思います。第1問目、このでっかい花ちゃんかこのめっちゃちっちゃいクリボー、どっちの方が重いでしょう。まあそりゃ当然花ちゃんでしょう。矢印書いてあるしね。多分チュートリアルかな。オッケー正解。これでなんか変わるのかな。花ちゃんの方が重いですよと。失敗したらどうなるんだろう。ちょっと次やってみるか。はい、第2問目、どっちの方が重いでしょう。これはね、このブラパの方が多分重いんだよ。だから間違ってみる。一回どうなるか。もうこれ死ぬしかないね。こんな風に間違えると、あ待って、なんとか助かった。まあ普通だったらこんな風に死ぬと。それではしっかり当てていきたいと思います。第3問目、え真ん中って何なんだろう。フラワーとキノコがあって、真ん中はイコール一緒なんだ。多分だけどフラワーっぽいけど強さは明らかに左だよね。同じ可能性ある。大きさ一緒だし同じ。どうだ。あ正解なんだ。知らなかった。重さ、でもさ、植物的な意味だったらキノコの方が重そうだよね。はい、第4問目来ました。あーこれは難しいな。なんかさ、クリボー、デカクリボーの方が大きいし重そうだけど、3体、いやイコールはまずないと考えよう。2体分なんじゃないかこいつ。だから3体の方が重い。どうでしょうか。 OK 正解。これ今順調に進んでるんじゃない。やっぱじゃあ2体分なんだね。クリボー2体分の重さと、デカクリボーはクリボー2体分の重さと。はい、第5問目いきましょうか。死んでるんでしょ。身がない分軽いって思っちゃうよね。じゃあこっち、待って、骨ってことはカルシウム、カルシウムっていうことは魂がない、魂がないってことはやっぱ軽いか。じゃあ左、いやでも引っ掛けっぽいからやっぱこ、待って、上答え見れないか。どうだ。うわ違う、イコールなの。じゃあこの身何も意味ないじゃん。ちょっと待って、死ぬ。あーなんとか助かった。でこれでゲットして、待って、フラワーゲットできるんだったら無限じゃない。スイッチ押したら、おお切り替わりました。ちょっと待ちましょうか。さて皆さん行きましょうか。うわー絶対難易度上がる。中間地点ありがとうございます。まあフラワーあるからいっか。切り替えて、なんかすごくない、これ手裏剣みたいじゃん。ででーん来ました。ちょっとラスト問題っぽいね。なんか時間制限か。クリボー3体か。うわーどうなんだろうな。トゲ2体イコールの可能性ありえるよね。ありよりのありよりのありだと思うんだけど、イコールどうだ。違う。うわクリボー3体なんか普通だな、そう考えると。まあそうだよな、数が多かったそれ重いよね。数の暴力食らった。第6問目、7問目くらいかな。全部で8問あるらしいです。デカクリボー、はいはいはい、今までの総合って感じか。これはねクリボーが2体分でしょ。あーでも比較ができないな。ワンチャンだけどイコール押しでどうでしょうか。違う、待って、死ぬかもしんない。あでも一応助かるか。オッケー。まあ助かれば実質正解でしょう。みんなは当たってますか。さあ多分ラスト問題やっていきたいと思います。これは、うわ多いな。皆さんどっちでしょう。おっと最後のアラームが鳴りました。クリボーが、なるほど、同じ4体と。ブラパは絶対重いから、あもうブラパが多いんでこっちだと思います。さあどうでしょうか。オッケー正解。まあ最後終わり良ければ全てよしでしょう。オッケークリアしました。さあ何が来るんだ。なんか光ってんだけど、左は何もない。狭い空間だな。なんか起こりそう。下降りてみようか。土管でした。あお金がもらえる、ありがたい。さあ出てきました。ラスト問題いきましょうか。どっちが重いでしょう。そりゃドスンなんじゃない。ドスンだと思うよね。はい、ああそうだよね、どうすんだよね。よいしょよいしょ、はいクリア、ありがとうございます。続いてのコース、間違い探し。さてみんな大好き間違い探しやっていきたいと思います。ちなみに背景は関係ないって書いてありました。さてやっていきましょうか。第1問目、この中で間違いが1つあります。さあどれでしょう。パウは一緒だね、氷も一緒、ピーも一緒、ツタも一緒だね。結構難易度高くない。みんなの方がもう先見つけてる。多分分かりました。これ背景じゃないのかな。パウブロックとピースイッチの横、ツタの部分見てください。これさ黄色じゃん、ここだけ。でもこっち水色なんだよね。これ背景じゃないのかな。なんかアイテムが置いてあるのかもしれない。行ってみたいと思います。さあ黄色、あー正解だ。あーなるほどね、キノコの部分が違うと。いや難しいな。さあ第2問目、どっちの方が早いでしょう。あー難しそう、ごちゃってるけど、コインはそのまま一緒だね。
キノコちょっと怪しいぞ。キノコの裏なんかあるね。みんなどう？僕多分左だと思う。このキノコの裏どうでしょうか。行ってみたいと思います。さあ雲がやってきました。オッケー正解。どうだ。あー合ってるね。雲が隠れてたのか。さあ次行きたいと思います。来ました、セーブ。ここから難易度が上がります。 V がちょっと可愛い。はい、第3問目。うわー難しいな。アイテムがめちゃくちゃ多い。どっちの方が早いでしょう。スターはとりあえず一緒じゃん。上から見ていこう。矢印ちょっと怪しいぞ。この矢印どうだ。いや右向いてるな。あー分かりにくいな。キノコは一緒でしょう。わこれ負けたかもしんない。多分もうみんな分かってるよね。分かってるぞっていう空気がもう分かる。どこがあるんだろう。分かんないな。トゲ一緒でしょ。影とかん影。あーでも背景関係ないのか。そうだな、トゲ一緒、雪だるま一緒。わーこれ負けたな絶対。多分だけどスターとかそのあたりじゃないかな。はい皆さん、あれから1分くらい経ったんだけど分かりません。どこなんだろうこれ。もうみんな分かってる。コインの裏とかかな。何も変わんないように見えるんだけどな。キノコ絶対一緒でしょ。どっか変わってる。じゃあ一旦真ん中行ってみていい。これちょっと降参かもしんない。いやちょっと右怪しいな。分かんないな。右でいい。右行きます。ちょっと答え分かってる人がいたら悔しいな。うわ違う。でもなんで真ん中なんだ。さあじゃあ真ん中登っていきましょうか。どこが違うんだ。ツタ本当に。マジか、むずツタかなって予想はできてたけど、やっぱツタなんだ。それでも難しいね。さあネクスト入っていきましょうか。最高難易度でしょう。やっていきたいと思います。さあみんなと僕どっちの方が早いか。ワンナップは一緒。わあもうなんか動いた瞬間に変わってそうだね。つかみはそうだよね。これは多分マリオの近さだよね。他は大抵この歯車の裏違うんだよね。どうだ。うわわかんな。難しい。さすが最高難易度だ。レベルが違う。東大生もびっくりするほど難しい。やばい、東大生に怒られちゃうかも。多分真ん中だねこれ。このさ石ブロックの裏、石ブロックの裏ってここが違う。右じゃない。右どう。さあ皆さんどうでしょうか。50正解なのか。入っていきましょうか。入れない。どういうこと。全部不正解ってことかな。コインが違うってこと。いや違うよな。真ん中行ってみたいと思います。どうでしょうか。はい真ん中来て入れる。何が違うんだ。はいクリア、ありがとうございます。難しい。セイタンコースどっちが早い。はい、こちらのコースはこの3体の敵の中で一番速いのを当てていこうっていうコースみたいです。やってみたいと思います。まずこいつがめちゃくちゃ速そうだね。さあどうでしょうか。おーめっちゃ可愛くない。駆け寄ってきてくれてんだけど。オッケー正解。入っていきましょうか。はいクリア、ありがとうございます。